まだだいぶかかるの？さっき船長に聞いたら、あと2時間はたっぷりかかるそうです。ま、贅沢は言えねえですな。いいお天気ね。焼けちゃいそう。甲板で読書ですか？本が痛みますよ。どうですか？マリアさんの日記から六軒島の真相は探れそうですかい？さあ、あの島で何があったかなんて、どこまで調べても仮説でしかない。メッセージボトルもお姉ちゃんの日記も、魔女がカッポするおとぎ話が記されているだけで、何も真実を語らない。お手上げよ。新島での関係者からの聞き込みに期待するしかないですね。ウィッチハンターでも散々質問攻めにしてるでしょうから、きっと新事実なんて見つからないわよ。そこまで期待してないのに、半日も船旅をして新島に行こうなんて、実に気まぐれなことです。調べたっていう自己満足のための旅みたいなものよ。本気で12年前の真実が解き明かせるなんて、私も甘えてるつもりはないわ。その自己満足が終わったらどうするつもりで？さあ、考えてないわ。新島に行って関係者に話を聞いて、最後に六軒島に行って花でも捧げたら、私の旅はおしまいね。自己満足か。聞こえは悪いですが、そいつが実は人生ってやつではないかと思ってます。傭兵家業で視線をくぐった末に至った答えだったなら、なかなか味わい深いじゃない。茶化さんでください。俺が言いたいのは、自己も何も自分を認められるのは世の中で自分だけしかいないってことです。人は誰かに認められたくて努力をするわ。多くの場合それは親ね。親に褒められたくて子供は努力を覚える。だから私は覚えなかったわけだけど。すんません、そういうつもりで言ったんじゃないです。俺が言いたいのは、自己満足大いに結構ってことなんです。誰に褒められたって、それを納得できなきゃ意味がない。逆を返しゃ、誰に褒められなくったって、自分が納得できりゃそれでいいってことです。自己満足と向上心って矛盾するから、普通は悪いことって教えられるわよね。天草の論法は、なんだか新鮮よ。誰かに認めてほしくて、だけれど何を努力すればいいのかわからないのが人の世の苦しみです。俺にもそういう頃があった。誰かに認められたくて、でも何を認められればいいかわからなくて、そして何をどこまで努力すれば誰に認めてもらえるかわからなくて、随分とむちゃくちゃをやってきたもんです。
それで天草が至った答えが自己満足だっていうの？聞こえは悪いがそういうことです。我ただ樽を知るってやつですわ。俺がこれでいいと思った人生ならそれはとやかく言われてどうこうってもんじゃない。エンジさんの人生もこの旅も同じです。エンジさん以外の誰にもとやかく言う権利なんてない。旅の意味と成果はエンジさんだけが決める。エンジさんにとって有意義な旅になったならそれで、うん、あんたってチャラけてる男だと思ってたけどたまに変なこと言い出すのね。そういうことたまに言うとモテると思ってるでしょ。まさかそんなつもりで言ったんじゃありません。どうやらお一人にな、俺は船長のところへ行っていますぜ。どうぞごゆっくり。自己満足こそが人生か。そんなのつまらないです。人生はどこまでも強欲でなくっちゃ。強欲な人生は確かに楽しいわ。でもあなたと違って人間には寿命がある。永遠に強欲のままだったなら人は死ぬ最後の瞬間にも欲があることになる。欲があるということはつまり欲しいということ、持っていないということ、満たされていないということ。自分が満たされていると思えないまま死ぬのはきっと辛いことよ。だからきっと自己満足って必要なんだよ。なるほど、寿命ある存在にはそういう妥協点も必要ってことですか。私たちの主はやたらと寿命の長いお方ばかりだったんで考えたこともなかったです。人間ってのは満たされるために生きてるのかしら。だとしたら無欲が一番人生に優しいことになる。なるほど、七つの大罪の一つが強欲になるのも納得ね。お褒めに預かる光栄です。エンジ様、人間は死の瞬間に満足であるために生きてるんですか。死の瞬間に何かが満たされていないのはきっと辛いんじゃない。だとしたら人間は満足な死を迎えるためだけに生きてるわけですね。より良い死のために生きてる、死ぬために生きてる。言い返せないわ。人は満たされるために生きてる、そして満たされたまま死にたいと願ってる。だからその満たされ方がわからないのはとても辛いことだわ。どうやれば満たされるんです？人間の人生は認めてもらうことよ。お前は幸せだってね。誰が認めてもいいものでしたら私が認めてあげますよ。そうよ、そこなのよ。誰に認めてもらえばいいのかわからないのよ人は。その認めてくれる人を探すのが人生の旅なんですか。へえ。おかしな話ね。認めてもらおうと認めてもらわなかろうと自分の境遇に変化はないはず。にもかかわらず認められれば満たされ、認められないから満たされない。まるで青い鳥だわ。カゴの中にもう青い鳥はいるのにそれに気づけないからどこまでも探しに旅立たなければならない。何ですかそれ。人間の人生ってバカですね。そうね、天草は本当にいいこと言ったわ。我ただ樽を知るか、何のことわざか知らないけど味わい深いわ。つまるところ誰かに認めてもらわなければ満ち足りないとは、すなわち自ら認められないということ。究極の自己実現はまず自分を自分で認めることだったのよ。そりゃそうです。自分が満ち足りてるって自覚できるなら誰にも認めてもらう必要なんかないですから。その小さなことに気づくだけで人間のくだらない人生の旅は
簡単に終了ですね。残った時間を有意義に遊んで過ごせます。人間の人生ってバカバカしい。天草ってさ、親とはかなり仲が悪いらしいのよ。そりゃそうよね。真っ当な親なら足を洗わせたいと願うような商売だもの。別にいいんじゃない、本人が楽しいなら。全くよね。結局はそういうことなの。他人が観測した自分の評価なんかどうでもいいこと。自分の存在を自分自身がしっかり認められたならそれで十分なのよ。自分に自信を持って生きられるならどんな生活だって受け入れて納得できるに違いない。天草はきっといつか戦場で流れ弾を食らって大怪我をするでしょうよ。あるいは死ぬことさえあるかもしれない。でも天草はそれを理不尽とは思わないと思う。それも人生。あいつはケラケラ笑ってるような気がするの。いい生き様じゃない、惚れるわ。自分で自分を認められない哀れな人間は生涯それを求めてさまよう。何も受け入れられず不平不満だけを口にし満たされないまま死んでいく。哀れだわ。何の目的もなくダラダラと生きてる連中に比べたらやがて野垂れ死にするかもしれないけれど、自分の人生に胸を張っている天草の方がよっぽど高潔なのよ。人生、悟った者の勝ちってことじゃない。少しでも早く悟れればその分有効に残りの人生が過ごせてお得よね。だからマリアお姉ちゃんはすごかったのかもしれない。彼女は小学校低学年になるかならないかという年齢のうちにそれに至ったのよ。私、ようやく気づいたわ。今気づいた。マリアお姉ちゃんにひどいことをしたのよ、あの日に。あなたたちにも、朔太郎にも。魔法があるかないか、それを決めるのは他人じゃないわ。自分よ。マリアお姉ちゃんにとって魔法があるかないかは、マリアお姉ちゃんが決めるべき問題で、私が決めることじゃない。なのに私は幼いあの日口にしてしまった。魔法なんてあるわけないって。彼女を傷つけてしまった。マリアージュ・ソルシエルはマリアお姉ちゃんの作った魔女同盟。私はそれに誘われて一緒に魔女になろうと言われたの。新しい面白い遊びだと思って私はしばらくの間それに付き合ったわ。でも幼さゆえの残酷さ、途中で飽きてしまった。そして鋭利な言葉で彼女の純粋無垢な心を切り裂いてしまったの。あの時大喧嘩をしたはず。私はすぐに忘れてしまったけれど彼女には忘れられないものだった。なぜなら彼女にとって魔法は確かに存在する自然な力で、それは私とも共有できると信じていたから。マリアお姉ちゃんにとって魔法は世界を幸福に解釈できる、いえ全てを幸福にできる
まさに魔法の力だった。それを私にもお裾分けしたかっただけ。その気持ちを幼い私が引き裂いた。だから彼女は誰とも魔法は分かり合えないと殻の中に閉じこもってしまったのよ。だとしたらマリア教もやはり人生の旅は終わってないわけね。自分に納得できてるなら園児様に否定されたくらいでへこむ必要なんてないわけだし。お姉ちゃんは幼かった。天草みたいな達観にはまだ至ってなかったのよ、はあ、だからこそわかるわ。マリアージュ・ソルシエルという魔女同盟がなぜ必要なのか。そうよ、それが確かマリアージュ・ソルシエルの取り決めの第一条だった気がする。同盟の魔女は互いを魔女と認め尊敬し合うことって、それこそが魔女同盟の一番の、そして唯一の意味なのよ。私はあの日に言ったわ、暴言を。あなたたちや朔太郎に存在するわけがないって。失礼しちゃうわ。私たちが存在するって自らを認めてる。魂が寝ぼけてる人間どもとはわけが違うのよ。我思うゆえに我あり。魔法を認めようと否定しようと、私たち煉獄の七姉妹という魔法が存在することはゆえに事実。園児様の言葉を借りるなら、私たちが自らをそう認めている限り。それを他者である私が否定するのはまさに暴力だわ。それはきっと実の母にお前なんか生まれてこなければよかったと、いいえ消えてしまえと怒鳴りつけられるくらいにね。12年前に何があったのか、私の家族がどうなったのか、それを探る旅じゃなかったのよ、これは。なら、この旅は何なの？マリアお姉ちゃんに、あの日のことを謝る旅だったのよ。どうしてかわからないけど、そう思うの。あの日、彼女を傷つけなければ、12年前の事件は起こらなかったんじゃないかって、そう思うの。私は無関係じゃないのよ。わからない。偶然かもしれないし、運命かもしれない。なぜか、この旅で私はそう思うようになったわ。根拠は？ないわ。勝手にそう思ってるだけ。日本人って面白いわね。被害者であっても、自分に非があったように感じて、勝手に謝り出す。家族を奪った、ベアトリーチ様憎しって言うなら理解もできるけど、勝手に火を感じて謝りたくなってくるなんて本当に変わってるわ。もちろんベアトリーチェは憎いわよ。その気持ちがなければこの旅は続かないわ。でも旅にもう一つ目的を見出してもいい。12年前の魔女に復讐する旅に、さらに昔の罪を謝罪する目的を加えたっていいんだわ。六軒島に行ってあの日の暴言を詫び花を手向けることくらいはできる。いや、花よりもっといいものがあるわ。そしてその方がお姉ちゃんにはふさわしいと思う。エンジ様？静かに。
さあさあ、おいでなさい。我こそは魔女見習い、エンジベアトリーチ。破門にされてはしまったけれど、かつて同じ同盟に所属し、私と遊んでくれた懐かしきカグよ、我が呼びかけに応じよ。私たちが、わかる？おりょ？おりょ？マモン？エンジェ？お久しぶりね、サクタロ。あなたを私の力で呼び出すのは、きっとこれが初めてだわ。そして今や、私にしか呼び出せない。ウリュウ。かつての私は、あなたを、その私があなたを呼び出したという、あなたの存在を、私が認めたということ。いいの？僕は、エンジェの世界に呼び出されてもいいの？謝るわ、あの日のこと、マモンにも、そして、みんなにも。あなたたちは、確かに存在するわ。ルシファーも、レビアタンも、サタンも、ベルフェゴールも、マモンも、ベルゼブブも、アスモデウスも、そして、サクタロウも。よろしいのですか？エンジェ様はベアトリーチェ様に挑もうというお方、魔女を否定される立場にあられるお方が、我らを認めてもよろしいのですか？私の世界にとって魔法が存在するかどうかは悪いけど保留させてもらうわ。私自身が魔法の存在を認めたわけじゃない。なのに我らを認めるという矛盾はどういうことです？魔法は信じる人には存在するってことよ。私は信じなくても、誰かが信じたなら、その人の世界には魔法は存在するわ。それは、私が魔法を信じたって、信じなくたって、何の干渉も受けない。いいえ、受けてはいけないのよ。その誰かは、胸を張って、自らの魔法を信じればいいのよ。そして私は、それを認める。だから、あなたたちが存在しても、全然おかしくはないのよ。なかなかの奇弁ですが、面白い解釈かと。エンジェ様のそれは、悪魔の証明そのものでしょう。悪魔の証明？だって、悪魔の存在を証明するには、悪魔を連れてくればいいけれど、悪魔の存在を否定することだけは不可能だから。そして私たちはここにいる。つまりそれは、エンジェ様が魔法を信じようと信じまいと、私たちの存在は揺るがないということ。ウリュウ、エンジから反魔法の毒が消えていく。本当だわ。魔法を否定する立場なのにどうして？それは多分、尊重し認めるという心を知ったからだわ。今の私にならマリアお姉ちゃん、そしてベアトリーチェの魔法の深淵も理解できるかもしれない。惜しいわ。この現代にこれだけ反魔法の毒素が抜けた人間なんて本当に稀よ。魔女に向いた稀有な才能なのに。そうね、今のエンジ様が魔女を目指してくださったなら、
ベアトリーチェ様に及ぶかもしれない大魔女に成長されたかもしれないのに。それでも我らの存在を認めてくださった我らの主である。おそらくエンジェ様が我らの最後の主となるだろう。最後の奉公と思い尽力しようではないか。なのにエンジェ様自身がまだ魔法を信じてくれないのが納得いかない。エンジェ様、ついでに魔法も認めてくださいよ。せっかくの主なのに魔女じゃないなんてなんだかもったいない。最高の魔女になれる逸材なのに、その目的が魔女を撃つことだなんて惜しいです。まあそれもエンジェ様の人生で生き方でそうと決めた世界ならば、それは私たちにとやかく口出しできることではないわけですが。私を理解してくれてありがとう。そうね。魔法が私にとって存在するかどうか、それは私が決めることだわ。世界のどこかに魔法が実在したとしてもしなかったとしてもね。私が知らない世界の法則を私に否定する資格なんてない。だから私の世界に魔法が存在しないからといって、私の知らない世界に魔法が存在することまでを否定することはできない。まさに悪魔の証明というわけだわ。いえ、業に入り手は業に従えと言うべきかしら。だから私は自分の世界に魔法があるかないかを問わずに、マリアお姉ちゃんが教えてくれた魔法を否定することなんてできやしない。無理よ。だって見たことがなくても魔法は存在するんだもん。ええ、だからすでに言っている通り、魔女同盟マリアージュ・ソルシエルの友人であるあなたたちの存在もまた私にも、そして誰にも否定することなんてできないわけ。ありがとう、エンジェ。そこまでお認めになったなら魔女もお認めになって。いえ、愚問でした。その問いに対する答えをすでにエンジェ様は明確にお持ちだ。ごめんね。魔女がこの世界のどこかにいるかもしれないことを私は認めるけれど、でも私の世界は揺るがない。魔女も魔法も認めない。六軒島の真実は必ず暴いてみせるでしょ。ええ、それが私の世界よ。仮に本当に魔女が存在したとしても私の世界では認めないわ。当の魔女にどれだけ言い寄られたとしてもね。エンジェ様のお立場は魔女を撃つこと、そしてそのお気持ちにいささかの揺らぎもないこと、よくわかりました。我らはエンジェ様の家具、煉獄の七姉妹。いつでもおそばに、お役に立てる日が来るのをいつまでもお待ち申し上げております。エンジェ様が魔法を信じてくれない以上、話し相手くらいにしかなれないけれど、今は十分よ。私たちに存在できる余地を残してくださった、それだけで私たちはエンジェ様に感謝し認めるべきだわ。つまり私たちはまたみんなといられるんだね。ウリュー、サクタローフも不在。これでみんなには許してもらえたかしら。十分ですよ。私たちは家具、呼び出してもらえるだけで、おそばにいることを許されるだけで嬉しいのですから。ウリュー、エンジェ、本当にありがとう。そういえば
どうして私には朔太郎が呼び出せたのかしら。いいえ、逆ね。どうしてお姉ちゃんには朔太郎が呼び出せなかったのかしら。それは、マリアがあの時、僕のぬいぐるみが破れたのを見て、僕が死んでしまったと。魔法の存在と同じなんです、マリア教の世界で。朔太郎が死んでしまったことになったなら、彼女の世界では、朔太郎は存在できない。うりゃ。僕は泣いてるマリアのすぐ近くで、でもマリアには僕のマリアージュ・ソルシエルはあの事件の後、それまでの同盟は和やかなものだった。でも事件後は憎い誰かをいかにして呪うかという物騒なものばかり。お姉ちゃんの日記はあからさまに様変わりしていくの。あなたが、お姉ちゃんには必要なのよ。ウリュウ。どうしたらあなたを、マリアお姉ちゃんの世界で蘇らせられるの？その方法が分かれば、私はお姉ちゃんを救うことができる。それが、私に課せられた贖罪の方法なのよ。どうすれば、朔太郎は蘇るの？マリアにとって、僕のよりしろは、特に重要な意味を持ってたから。よりしろ。つまり、ライオンのぬいぐるみを、蘇らせることができれば。でも僕のぬいぐるみはローザママの手作りだから、ローザママにしか作れない。同じぬいぐるみをもう一つ作ってあったとか、そういうことはないの？彼はマリア教の誕生日プレゼントのために作られた世界でたった一つのぬいぐるみ、手作りでたった一つのよりしろなんです。だから大きな魔力を秘めているんです。そして失われたらもう二度と手に入らない、蘇らない。ウリュウ。でも、朔太郎はここにいるわ。よりしろなんかなくても、ここにいる。私がそれを認めているから、私の世界では確かに存在する。マリアお姉ちゃんが認めなくても、それは否定できない。そうよね。理屈ではそうですが、同じ理屈で、マリア教にそれを認めさせることも、また困難かと思います。マリア、僕は死んでないよ。ここにいるのに、ウリュウ。きっと、六軒島で、マリアお姉ちゃんに、私は再会できると思うの。そして私は、何が何でも、お姉ちゃんの中のあなたを蘇らせて、再会させるわ。できるの？難しいでしょうね。
魔女同盟に誘われた私が意味を理解できず拒絶してしまったのと同じように彼女もまたあなたの存在を拒絶するかもしれない。でもやるしかないわ。それが私にできる唯一の罪滅ぼしなのよ。エンジ様、六軒島で何が待つのか、そして何が起こるのか、何ができるのか、あるいは何も起こらないのかもしれないけれど、全ての始まりであるあの島こそがこの旅の終着点なのよ。私はあなたたちを連れて魔女の家具であるあなたたちの主として魔女の島へ、六軒島へ帰らなければならない。エンジェさん、軽く一雨来そうですぜ。下へ降りた方がいいんじゃないですか。中身はあえて聞かないけど、重そうね。どうしてこう、こいつらは重くてかなわないのか。フランス人の教官が面白いことを教えてくれました。何でも、こいつらは重くあるべきだそうなんです。何しろ、人の命は地球より重いんですから、こいつらはもっと重くて叱るべきなんだとか。使う機会がないといいわね。ないといいですな。お疲れ様です。プロペラ機ってのは揺れるわね。二度と乗りたくないわ。お車を用意しております。どうぞこちらへ。エンジェは六軒島へ向かうはずよ。無人島とは実に都合がいいわね。お道具は用意できてるんでしょうね。ゲストハウスくらい俺たちだけでも行けるってのに。いいんだぜシャノンちゃん、戻って休んでてくれよ。いいえ、お送りするのも仕事ですので。親族会議中はうちのお母さんとかゲンジさんもピリピリしてるからな。下手に私たちが気を利かせるとシャノンがサボってると勘違いされちゃう。そうだね、素直にお世話になった方が。
むしろ迷惑をかけないだろうね。ありがとう、シャノン。確かにお嬢様のおっしゃられます通り、今日のお屋敷はピリピリしています。だから私も皆さんとご一緒して外の空気が吸えるので、ちょっと肩が楽です。親族会議か。わざわざ俺たち子供を追い出すくらいだから、相当タチの悪い話をするんだろうぜ。だろうね。僕たちはきっと何の力にもなれない。せめて邪魔をしないようにするのが一番の協力だと思うよ。ふん、どうせまた金金金って話だろうぜ。普段散々金持ちだと吹聴してるくせに、いざとなったらもったいぶりやがる。パーッと気前よくみんなで山分けすりゃいいのよ。そりゃ豪快な話だぜ。俺にも分け前がもらえりゃいいのによ。もし俺にももらえたら、その時はシャノンちゃんにも分けてやるからな。どうもありがとうございます。お気持ちだけで嬉しいです。シャノンは欲がないね。年頃の女の子なら買いたいものがいっぱいあるだろうに。そうですね。でも私、欲しいものの中にお金で買えるものがありませんので。ひゅー、無欲だな。俺なんか欲しいもん全部並べたら金がいくらあっても足りねえぜ。お金で買えるものにはだぜ。シャノンの言う金で買えない欲しいものって何かな。ジョージ兄さんは心当たりある？さあなんだろうね。シャノンじゃないとわからないね。あ、私にもわかりません。ジョージの兄貴は俺にとっても尊敬できるお人だ。シャノンちゃんは本当にいい人と巡り会えたと思うぜ。だな。私もジョージ兄さんなら安心してシャノンを任せられるぜ。からかうのはよしてくれよ。僕たちにとっては真面目な問題なんだ。それよりジェシカちゃんの方だってどうなんだい。カノン君と少しは仲良くなれたのかい。お前カノン君とそういう仲なのかよ。汚いぜジョージ兄さん。そういう話の切り返し方は汚いぜ。しかし驚いたな。まさか本当に爺様が登場するとは。なるほど、これが魔女の反撃というわけね。金蔵というジョーカーはもう少し伏せていたかったところだが、そろそろ切るのが頃合いであろう。切り札は切るためにある。くそ、爺様は最初から死んでて、その代わりに謎の18人目が紛れ込んでるっていう俺の推理は、ここに来ていきなりバッサリってわけか。いつかはそなたが金蔵を疑いに来ることは読めておった。さあさあ、これでそなたの推理は再びゼロに戻ったぞ。金蔵は最初から死んでいて、その代わりにわらわが18人目として紛れ込んでいたという推理はこれでパーだ。だがくじけねえぞ。一つの推理が外れただけだ。嵐のように暴風のように襲いかかってやる。そうでなくてはな。まだまだ第一の晩祭始まっていない。屈服にはあまりに早すぎる。そうね。そして赤き真実で否定されたわけでもない。今この瞬間の時点でまだバトラの説は破られたわけではない。勝ったつもりになるのも早すぎるわよ。そうだ、確かにあっさり鵜呑みにするにはまだ早いな。爺様がいよいよ登場するということにはなってるが、やっぱり体調が悪くなった云々言って現れない可能性だってある。
爺様は本当は死んでいるという事実を。クラウス王子さんがギリギリまで苦し紛れで引き伸ばしているだけかもしれない。なるほどなるほど、そういう考え方もあるか。好きにするがよい。すぐに決着する。すぐにな。どうか。ええ、マリアは傘をくれた人物をお父様だというのよ。なんちゅうことや。ということはつまりわしらの作戦は根底から崩れたっちゅうわけか。作戦も何もお父様が健在で自ら発表があると言った以上、もう兄さんとのくだらない駆け引きは一切不要だわ。だな、クソ親父め、はいぶらずにおっとと現れてくれりゃよかったんだ。おかげで俺たちは兄貴と無駄に揉めただけだ。それを試したかったのかもね。血のつながってない私が言うのもなんだけど、あなたたちのお父様かなり頭はいいわよ。日中のやりとりは多分使用人の誰かに聞かれてお父様に報告されてたのよ。なんてこと。お父様の遺産が目当てで騒いでることはもうバレバレってことじゃない。ああ、なんてことよ。お父さんの耳に入ったとまだ決まったわけやない。いいえ、入ってるに決まってるわ。兄さん以外の全員がお父様は死んでいると言い切り、お父様の健在を信じなかった。ああ、もう終わりだわ。お父様は宣言するのよ。兄さんこそが後継ぎで、私たちには片翼を身にまとう資格もないと宣告するのよ。あ、私は。姉さん、しっかり。ローザさん、マリアちゃんは本当にお父様に傘をもらったのかしら。え？どういう意味？マリアちゃんはお父様に会ったかもしれない。でも、私たちは会ってないわ。マリアちゃんがそうだと主張しているだけよ。そんな、マリアが嘘をついているというの？落ち着けよ、ローザ。マリアちゃんが嘘をつくとは言ってねえ。だが、マリアちゃんは素直な子だろ。例えばだが、源氏さんあたりが、この傘はおじい様からマリア様に渡すように言われました、みたいなことを言ったら、マリアちゃんは親父に会ったわけでなくても、おじい様に傘をもらったって言うかもしれねえぜ。そうね。その手が考えられるわ。だがな、マリアちゃんはこう言ったんやろ？おじい様がやってきて傘を渡してくれたと。ええ。そう言ったわ。おじい様から直接受け取ったとはっきり言ったわ。直接か、お手上げだな。下手な考え休むに似たりとはよく言ったものだわ。ちょっと考えてみたら、傘がどうこうなんてどうでもいい問題だわ。どうしてよ。マリアちゃんが兄さんに買収されて、あたかもお父様が健在であるかのように嘘を頼まれたかもしれないでしょ。傘が確かにお父様から渡されたなんて証拠どこにもありはしない。マリアちゃんが誰から傘をもらっていようとも、あるいは傘なんかそもそももらっていなかったとしても、お父様はもうじき現れる。現れたお父様の前に傘の問題なんて全くどうでもいいこと、つまり傘の問題が取り沙汰されるのはそうでない場合ということよ。そうでない場合ってのは何のことだ。そうか、わかったで。キリエさんが言いたいのはこういうことやろ。お父さんもうすぐ出会ってくることになっとるが、また難癖をつけて
結局現れん可能性がまだ残ってるっちゅうことやろ。そうか。そうよね。私たちの追求に兄さんが苦し紛れの時間稼ぎでお父様が現れると出まかせを言ったのかもしれない。兄さんは今なおまだ健在であると嘘をつき続けている。つまりお父様が現れれば全ての策は通用しない。考える必要もない。私たちは訴状の魚、運を天に任せてお父様との直接交渉に臨むしかないわ。それこそ土下座と原骨を覚悟してお金を無心するしかない。でも逆にお父様が現れなければ私たちの当初の作戦は何も揺るがない。なるほど。つまりどっちに転ぼうとも今さらあたふたする必要は何もないってことね。そういうこと。お父様が現れれば本来の親族会議が行われるだけの話。現れなければ私たちは引き続きクラウス兄さんを追求すればいいだけの話なのよ。お父さんの機嫌が急に悪くなってみたいなクラウスさんの言い逃れを決して許さんようにせんとな。どうやら私たちが本当に検討すべきは兄さんがどんな策を弄してこの場をごまかそうとしてくるかよ。往生際の悪さは私が一番よく知っているわ。お父様がお元気なら私たちは土下座してお金を無心し、クラウス兄さんの茶番だったなら私たちは醜い兄弟喧嘩を再開し、はあ、今年も素敵な親族会議になりそうね。だな。下手な考え休むに似たりってわけか。もうじき22時だな。兄貴に催促してみるか。あなた。落ち着きなさい。もう今さらジタバタしても始まろう。源氏さんに任せよう。もうじき10時ですね。失礼いたします。戸締まりの見回りが終わりました。ご苦労だった。こんな時間まで申し訳ないね、熊沢さん。いいえ、こう見えてもまだまだ夜更かしは得意でございますので熊沢についてだけは立ち合いを外させてもよいのでは。さすがに体に応えるでしょう。使用人も全員揃えろとの命令だ。逆らえん。徹夜はこう見えても強いんですよ。旦那様もサバをもりもり食べれば夜ももっとたくましくなれますよなるほど。まだまだお元気でおられる。100歳になっても元気でお勤めに違いない。奥様、勝手ながら軽食の準備をさせていただきました。いつでも配膳できますのでご指示を頂戴できればと思います。ありがとう。やはりあなたは気が利きますね。他の皆さんにコーヒーのおかわりを進めてください。かしこまりました。失礼いたします。お子様方をゲストハウスへお送りいたしました。
ご苦労でした。今夜は特別な晩です。緊張感を欠かさないように。はい、かしこまりました、奥様。兄さん、もう時間だけれども、親族会議まだ始まらないのかしら？主賓の到着が遅れている。しばらく待ちたまえ。いつまで？悪いけど時間を切ってもらうわよ。お父様がなかなか来ないなんてのを延々と続けて夜明けまで待たされたらたまらないわ。親父殿のお越しになる時間を私が約束などできるものか。何を焦っているのだね。まずはコーヒーでも飲んで落ち着かんか。兄貴、俺たちは親族会議のために集まってるんだ。茶番じゃない。あと30分は待つ。だがそれでダメなら書斎に押しかけさせてもらうぞ。押しかけるとは物騒な。当主様への敬いにあまりにも欠ける行為です。そうよね、ごめんなさい。あと30分はおとなしくしてるわ。30分後にも同じ笑いが浮かべられるか楽しみだわ。親父殿が死んでいると本気で信じているのか。それを今さら議論する気はないわ。お父様がここにやってくればいいだけの話。兄さんを言いまかす必要なんて何もないもの。後ろ宮家当主は正当なる人間へ正当なる手続きをもって継承される。お前が何の策を弄したところで何も抗えんよ。もちろん私もな。何をわけのわかんないことを。今まで散々自分こそが次期当主だと威張ってきたくせに。お前の言葉をそのまま返す。それを今さら議論する気はない。親父殿がやってきて自らの口でそれを宣言すればいいだけの話だ。お前を言いまかす必要などどこにもない。だったかな。皆様、ご着席を。栄光ある後宮家の当主にして金色に輝ける六軒島の領主後宮金蔵卿のおなりであります。ようこそ諸君、六軒島へ。何を怯えた顔をしておるのか、エヴァ。いえ、そんな怯えてるなんて。
お父様が大変お元気そうなのでほっとしただけで。おお、エヴァ、お前は相変わらず面白いな。クラウスとの賭けに負けて悔しいと素直に言えばよいのに言えないよな。さてと、我が息子たち、娘たち、お前たちの就寝している我が財産と当主の継承について、今宵は重要な発表をしようと思う。まず最初に、私はひどく失望していることを伝えようと思う。それは、今日まで誰にもあの碑文の謎を解くことができなかったということだ。私はあれを解けた者に全てを譲り渡すつもりでいた。しかし、今日までに誰も解くことができず、我が全ては誰にも継承されることなく、ここに至っているわけだ。情けない。お前たちの中に、それを受け継ぐ資格を持つ人間が現れなかったことが、私は心底残念であり、そして情けなく、ざまあないと思っている。よって、私は碑文の謎にて、我が継承者を選ぶことを、ここに中止することを宣言する。つまりはタイムオーバー、ゲームオーバーというわけだ。残念だったな、お前たち。お前たちには、等しく公平にチャンスがあったはずなのに、それが今ここに、ついえた。ならば、当主は長男のクラウスに継承されるのか。答えはノーである。え、わかっているよな、クラウス。お前には確かに次期当主という肩書きを与えた。だが、お前はそれに溺れただけだ。次期当主というのは、どういう意味かわかるか？お父さんの後を継ぐ、という意味です。違う！次期当主というのは、当主が約束されたものではない！いいか、クラウス。二度と教えないからよく聞けよ。次期当主というのはな、自分以外にも当主を狙う奴がいたら、その花を徹底的にへし折って、二度と逆らえないようにしてやる奴のことを言うのだ。これは何も当主だけのことではない。金についても言える。金持ちというのは、金を持っている奴のことではない。自分より金を持っている奴すべてを叩き潰し、そして誰よりも金をかき集められる奴のことを言うのだ。才能も同じ。天才とは、才能に秀でた奴のことではない。自分より秀でた奴をすべて叩き潰し、自分を天才とすべての人間に呼ばせることを、力とカリスマで強要できる奴を指して言う。お前はそのすべてにおいて勘違いしているのだよ。だから、次期当主の器ではないのだよ。勉強になります。
このような不甲斐ないクラウスに後ろ宮家の全てを継承する資格などない。ならばエヴァ、ルドルフ、ローザの三人にはあるのか。これもノーである。碑文の謎を解けず、さりとてクラウスを引きずり下ろす策も労せず、お前たちにできたのは三人寄せ集めで共同戦線を張ってクラウスから金をせびろうとしたことだけ。しかもその策も浅はかそのもの。クラウス一人を追い詰めることさえできやしない。情けないことこの上なし。慈悲投手の座をどんなことをしてでも奪い取ろうという貪欲さが足りぬ。欲しい者のためにはいかなる犠牲も払い、どこまでも貪欲となるべし、強欲となるべし。幸運の女神は貪欲なる者にこそ微笑む。その野生の精神がないお前たち三人にクラウス同様に継承の資格などありはしない。まさか誰にも引き継がないからか。財産を全て慈善団体にでも寄付するとか言い出すつもりじゃないでしょうね。お父様ならやりかねないという恐怖はあるわ。頭に血が上ってるだけさ。しばらくは聞き流すしかねえ。では王道さん、次期当主についてはどういうお考えをお持ちですか？お前たちに完全に失望した以上、私は誰に引き継ぐ気も失った。よって、後ろ宮家はこれで終わる。私の代で終わりだ。後ろ宮家など、あの震災の時にとっくに滅んでおるわ。今の後ろ宮家など、私が束の間だけ見ている黄金の幻想に過ぎぬのだ。私が夢より覚めれば終わる程度のもの。この世など全ては夢、幻、生など死という目覚めの前には白昼夢と同じよ。ああそうだ、元よりそうだったのだ。私が死ぬ時に全てを失うのがベアトリーチェとの契約、そして呪い。そうはいくか。ベアトリーチェ、お前を捕らえるのはこの私だ。今宵それは現実となるだろうか。お前たちのような愚かなる息子たちなどまさに白昼夢。初めからいなかったも同然よ。消えろ、覚めろ、真実の私のまどろみと共に消え去ってしまえ。私を継承するに値する何者も築き上げてこなかった出来損ないどもめ。金蔵さん、よろしいかな。何か、我が友よ。金蔵さんの気持ちもわかる。子供たちを愛するがゆえに大きな期待を寄せ、それゆえに期待を裏切られたような気持ちになる親心。同じく子供や孫を持つ身としてよくわかります。しかし金蔵さんは非凡だ、天才だ。そんな金蔵さんに追いついて当然というんではちょいとひどすぎるんじゃないかね。それでもそんな金蔵さんに追いつこうとクラウスさんもエヴァさんも
ルドルフさんもローザさんも、そしてその伴侶の皆さんもよく頑張っています。ほほう、よく頑張って、どの程度の金を稼ぎ上げたというのか。事業にことごとく失敗して借金を抱え、未だに私のすねをかじろうという間抜けどもの、どこがよく頑張っていると言えるのか。この世のすべては金として結晶しているのだ。それがつかめぬということは、この世をつかんでおらぬということ。魂がこの世をしっかりつかんでおらぬということは、生きるに値せぬということだ。消えろ、我が生と現実から消え去ってしまえ。それは暴論です。その理論から言ったら、私だって生きていてはいけないことになる。そんな私でも、金蔵さんと過ごしたチェスの時間は共に価値あるものだったと信じていますぞ。世の中、お金で買えないものもたくさんあることを、金蔵さん自身が誰よりもご存知のはずだ。確かに息子さんたちは、金蔵さんほどの財は築き上げられなかったかもしれない。まあ、それでも私から見れば羨ましいほどのお金持ちではありますがな。しかし、お金だけでなく、お金では買えないたくさんのものを築き上げました。それについて言えば、金蔵さんにも負けないくらいです。ほう、金で買えぬ何を積み上げたというのか。幸せです、家族です。彼らは素晴らしい伴侶を見つけ、子を産み、それぞれの幸せな家庭を築かれています。あなたの一族を繁栄させ、そして孫を連れ帰ってきてくれました。孫はいいですぞ。私たち年寄りは、私たちには見ることもかなわぬ新しき時代を生きるだろう若き孫に、無限の未来を想像するのです。それは、老郷の唯一の楽しみではありませんか。思い出しなさい、金蔵さん。彼らが初めて孫を連れて帰ってくれた時の喜びを、息子さんたちは、そして孫たちは、金蔵さんの偉業を後の世まで伝え、模範としてくれることでしょう。それは、お金がいくらあろうと、孤独なる身には、焦ることです。それはつまり、私が成した巨万の富の代わりに、金を儲ける代わりに孫を儲けたと、そういうわけか。いえ、そういう意味では、私が稼ぎ上げた数百億という財産の代わりに、息子たちは一人ずつ孫を設けたというわけか。それは素晴らしい。つまりは、百億を投じて命を一つ生み出したと、そういうわけだ。これは面白い。錬金術的に考えて、実に面白い例えではないか。ほう、なんと価値ある孫たちなのか。素晴らしい、素晴らしい。そうなのか、クラウス。お前の娘には100億の価値があるというのか。はい、ジェシカは100億のお金を積まれても手放せない娘です。その意味において、お金では数えられない価値があると信じています。ほう、100億の価値があると言い切るか。ほうほう、エヴァはどうか。お前のところのジョージはどうだ。
父様、ジョージには100億の、いいえ、それ以上の価値があります。それはお金で買えないという抽象的な意味ではありません。ジョージは必ずや自らの価値に等しいだけの財産を築き上げるでしょう。お父様の偉業を継ぐにふさわしい孫となるはずです。ふん、なるほど。ならばルドルフはどうか。お前のところのバトラはどうだというのか。うちのバトラはジョージ君に比べられちゃ威張れることは何もねえ。誘拐されて身代金を100億よこせと脅されたらのしをつけて進呈したい程度のやつではある。さらにバカで無鉄砲だ。偉そうな夢やできるわけもねえことを語り出す。その一点においてはバカ100億人分に匹敵する大バカだろうさ。バカもできねえ凡人どもが100億人束になってもできねえことをきっとあいつはやり出すだろうよ。ま、俺はどうせこけるだろうとは思ってる。世の中は甘くねえ。しかし100億の凡人を眺めるよりは奴の人生は干渉して愉快なものになるだろうことだけは疑ってねえぜ。マリアはどうか。マリアは私の可愛いたった一人の娘です。お金の価値で測れるものではありません。それだけです。ふん、なるほど。夢と未来、奇跡と可能性は我が魔力の源泉だ。希望をなくしていかなる魔法も力を持ちはしない。ふん、すでに凡客であることを証明してしまったお前たちには何を期待することもかなわないが。なるほど、孫たちには未来の可能性があり魔法的奇跡を期待する価値はあり得るというわけか。それをもって100億以上の価値と言ってみせるなら、わからぬでもない。考えを少し改めよ。お前たちに我が全てを継承する気は全くない。しかし、孫たちの誰かにその資格があるかどうかを問うのはなかなかに面白いことだ。いつまでも子供だと思っておったが、ひょっとすると私を驚かせるような原石のきらめきを見せてくれるかもしれん。そしてそれを期待し試すのは、なるほど、我が余生最後の道楽としても捨てがたい。さてこれはどうしたものか。ジョージならお父様の後を継ぐにふさわしいと私は自信を持って推薦できます。勇ましいではないか。ではこうしよう。後宮家の家督と財産のすべてを受け継ぐ資格があるかどうか孫たちに個別に問おうではないか。お父様。しかし、それはお前たちの誰かに間接的に家督を引き継ぐという意味ではない。お前たちにはすでに失望しているのだ。お前たちに与えるものは今や何もない。何もな。私が問うのは孫たちだ。そして引き継ぐかもしれないのも孫たちだ。それを決して勘違いするな。お父さんの判断に従います。同じくだ。
親父の決定に従うぜ。なあ、姉貴。もちろんよ。お父様が賢明な判断をされると信じています。私も、お父様の判断に従います。孫たちをどのように試すかは考えよう。そしてそれは、お前たちには今更関係のない話だ。当主継承とお前たちはもはや何の関係もないのだから。だからこの場ではお前たちに関係のあるもう一つの話をしようではないか。もう一つの話とは？それこそが今宵の、そして後宮家最後の親族会議の本当の理由だ。お前たちに求めるのは議論でも意見でもない、我が儀式に協力を求めるためだ。儀式？静かに。お父様がお話をなさっている最中よ。お父さん、儀式とは一体？私たちに協力できることなら何でもご協力します。ねえローザ。ええ、でも一体何を？私が碑文に刻んだ通りの儀式だ。ベアトリーチェを蘇らせ、黄金鏡の扉を開く儀式である。肉体の檻を逃れ、私の指の隙間を嘲笑うようにすり抜けるあの魔女を今度こそ捕らえ屈服させる私の最大の秘術だ。そのために13人もの命を生贄に捧げねばならぬがな。13人もの生贄は容易には集まらん。しかし今宵は親族会議、これだけの大人数が六軒島に集まった。この儀式が行えるのは今日を置いて他にないのだ。私は何を言ってるんだ。いつもの悪い病気か？だろうな。しばらく黙って聞いてやれ。ごめんなさいお父様。どういう意味でおっしゃられているのか分かりかねます。何が分かりかねるというのか。私は至極単純に話している。ベアトリーチェを蘇らせる儀式のためにこの島にいる人間から13人を選び、生贄に捧げようと言っている。何の価値もないお前たちも、我が儀式の生贄としてなら、大いに役に立てるというわけだ。聞け！これは冗談でも何でもない。我が人生の最後に欲する最後の賭け、最後の儀式である。この島には今、13人を超える人間がいる。つまり、この膨大な数の生贄を容易に満たせるだけの頭数が存在するというわけだ。お前たちは我が儀式の生贄となれ。金蔵さん、あんた、まさか、あの話は本気だったのかね？冗談ではなく。すまんな、我が友よ。あれは冗談でも何でもない。我が生涯を賭して、最後に挑む儀式であり、ゲームなのだよ。そう。これはゲームだ。お前たちにとって我が財産を得て島を出ることがゴールならば、それを達する方法は
二つしかない。13人の生贄から逃れ見事生き残り、今さらながら碑文の謎を解いて儀式を止めてみせるか、私を殺しこの儀式を止めてみせるか、この二つしかない。お父さん、少しお疲れなのでは。源氏さん、お父さんは少し酒を。いいえ、親方様はご名席であらせられます。悪いけど親父、何を言い出すのかさっぱりだぜ。親父が愛する魔女をよみがえらせるために、どんな怪しげな儀式をおっぱじめてもそりゃ自由だぜ。親父の趣味なんだからな。だがそいつに巻き込まれて生贄にされるのはまっぴらごめんだぜ。ルドルフ、お父様の話に口を挟む気？何言ってんだ姉貴。こんな物騒な話に、はいそうですかでうなずけるわけねえだろ。さて、私からの話は以上だ。異議も意見も何にも必要はない。4人の不出来なる息子たちがいたという私の夢が覚めるだけの話なのだ。お前たちにとってこれより目の前で起こることはまさに夢、幻、あるいはこの世のものと思えぬ理解に及ばぬ世界だろう。しかしそれこそが我が現実。お前たちという出来の悪き浅い夢は今こそようやく覚めるのだ。さあもうゲームは始まっているぞ。これだけいては誰から命を奪えばいいものやら。さらばだ出来の悪き息子たちよ。そして生涯でただ一度、そして最後に私の儀式のために役に立て、いでよペンドラゴンの記念兵たちよ。シエスタ45、ここに。シエスタ410、ここに。シエスタ W、 ここにであります。射殺を許可する。標的は自由だ。攻撃開始。自由射撃了解であります。良き標的に感謝、かっこ自由射撃開始。にひ、一番乗りだにぃ。シャッハー。
ずは一人、夏日か。最後まで運のない女だ。次！ダブルオー、射撃。
逃げろ、ボーツ。で阻止するがよい。自らの運命は自らの手で切り開け。常に誰かの背に隠れ怯えてきたお前に宿る。人生最後の国旗を見せてみよう。いよいよに幕を開けたぞ。ベアトリーチェをよみがえらせる儀式の始まりだ。運よく第一の番を逃れた者たちに我が友人たちを紹介しようではないか。入れよ我が友よ、ロノエ。始めました。そしてご無沙汰の皆様におかれましてはご機嫌よ。これはまっとう派手に散らかされましたよって。いよいよは我が白昼夢のごとき日々を覚ますにはこの程度の刺激が必要だ。紹介しよう。我が友人であり頼れる執事であり72柱の大悪魔であるロノエだ。以後お見知りおき。源氏には挨拶が叶いませんでしたか。せめて苦痛なく役目を終えられたなら良いのですが。頭部直撃弾にて即死でした。普通を味わう暇もありません。そうですか、結構です。続けて友を紹介しよう。いでよ我が友ワルギリア。召喚を感謝します、親方さん。
許されるならば、このような血生臭き場に呼び出されたくはありませんでしたが。こやつも紹介しよう。我が友であり、頼れる相談役でもあるワルギリアだ。偉大なる幽玄の魔女であるお前の力を我が儀式に借りたい。その力を貸せ。お断りしようにも、あなたの強力な召喚霊族下にある身ではそれもかないません。御意に、親方様。それにしても恐ろしいお方が、シエスタの姉妹兵を3人に召喚し、私に加え、さらにワルギリア様までも召喚せしめるとは、召喚という能力においてのみとはいえ、お嬢様をもはるかに上回るとは恐ろしい。後ろ宮の地に戦慄を覚えます。ベアトリーチェ復活の儀式を執り行うために、私は召喚師としての全てを尽くすだろう。まだ足りぬな。この度の儀式の完璧なる遂行のために、さらに召喚しよう。ペンドラゴンの記念兵に、炉の上にワルギリア、まだ呼べるぞ。我が魔力ならまだまだ呼べる。我が召喚に応えよ。72柱が一人、ガープよ。ガープ、あれまでも権限できるというのですか。さらにこの島の侵食が進んだということでしょう。私たちが権限できているほどです。今さらどんな大悪魔が呼び出せたとしても、驚くには値しますな。彼は屈服しないと良いのですが。前回たっぷり入れ知恵をなされたでしょう。この程度では今更屈服しますな。おそらくですね。さて、私たちはこの舞台を楽しもうではありませんか。今回の主人公はどうやら親方様のようだ。お嬢様とは一味違った脚本に期待しましょう。よくぞ我が呼びかけに応えた。72柱の大悪魔が一つ、ガープよ。すごいところに呼び出されたものね。この血まみれの部屋を掃除するために私は呼び出されたのかしら。ゴールドスミス、そのためだけにあなたを呼び出すとしたら、カシミヤのマフラーで雑巾掛けをするようなものです。お久しぶりですね、ガープ。あなたのような大悪魔がとうとうこの島に現れてしまうなんて、いよいよこの島も幻想に沈むのでしょうか。部屋の惨状よりも
この豪華キャストの方が驚くべきね。シエスタ姉妹が3人もいて、大悪魔ロノウェイに、大魔女マルギリアに、私まで。これは何事？ここはパンデモニアム。地獄の演奏会でも始めるつもりかしら。なるほど。そこで指揮棒が震えるのは、あなたぐらいしか思いつかないわ、ゴールドスミス。そなたには、ベアトリーチェを蘇らせる我が儀式遂行のための進行役として協力してもらう。我が召喚契約に依存はないな。依存も何も、天下の大魔女ベアトリーチェを刺激した伝説の大召喚師ゴールドスミス教の召喚霊族に私が抗えるわけもない。協力はするわね。もちろん見合ったお代もいただくけどね。で、最初の仕事は、第一の番を免れた間抜けどもを捕らえよ。幸いにもここにはまだ7人いるではないか。南条にシャノンにカノン、ゴーダに熊沢、キリエにクラウス。ほう、この7人を丸々生贄に捧げれば、ちょうど13人だ。第二の番以降を実行するタイミングが訪れるまで、生贄の檻に放り込んでおくがよかろうが。カシミヤの雑巾だけね。了解したわ。行っちゃう。安心を。逃走目標を捕捉中であります。データリンクよし。西、狙撃しますか。いいえ、それは許可できません。貴重な生贄です。お役場様の許可を待つよう。大ゴールドスミス教指示を待ちます。第二の番の訪れにはまだ早いと我が魔力の源泉が囁いておるわ。今はならん。好きにさせてやれ。どうせこの島からは逃げられぬわ。お館様の魔力の源泉とはすなわちノイズとリスクと運搬しつまりは気まぐれというわけですか。そうとも言うかもしれぬが、ご苦労であった。儀式はこのまま着実に進めよう。さて、それはそれとして、次は我が孫たちだ。次期当主たる資格があるかどうかを試す。はてさて、どうやってその資質を確かめたものか。その資格があると判断されたなら、ベアとの復活を断念されるおつもりね。無論だ。にもかかわらず試す。女の身にはわからぬであろうな、この矛盾、我が狂気など。相変わらず男ってどこか変ね。リスクを遊ぶという概念、わかりかねるわ。おやおや、あなたはそういうのが大好きかと思っておりました。もちろん、男に危険なリスクと一緒に恋をささやかれたらキュンキュンしちゃうわ。ただし
イケメンに限る。お静かに、死後は慎むように。実にかしましい奴らだ。だが少なくとも退屈はせぬ。これだから召喚は愉快なのだ。そなたらには我が儀式のノイズとリスクの天秤の片側を担ってもらうぞ。その働きに期待している。これにて第一の番、いよいよ開幕開幕。金蔵め、相変わらず派手を好む男よ。付きまとわれればしつこいことこの上なき男も、舞台の上ではこれほどまでに映えるというのか。